こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は発酵食品を使った酒粕のマヨネーズをご紹介いたします。発酵食品というとお腹の健康に役立つ食べ物ですよね。この動画では酒粕マヨネーズの作り方ととっても簡単なアレンジレシピを2つ、さらに発酵食品がなぜ必要なのか、そして酒粕の栄養についてもご紹介してまいります。ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。まず発酵食品がなぜ体にいいのかというお話を簡単にさせていただきます。皆さんのお腹の中にも発酵食品を作り出す力があります。お腹の中には善玉菌、悪玉菌、日和見菌、様々な微生物が住んでいますよね。その中でもいい働きをしてくれる菌が優位に立っていることで、お腹の中で発酵食品を作る過程と同じようなことが起こっているんですね。簡単に言うと、発酵という作業は食べ物を細かく分解すること、さらに分解する過程で栄養素を作り出すことができます。発酵食品というのは消化吸収が良くて、元ある素材よりもさらに様々な栄養素が増えているというとってもお得な食べ物なんです。お腹の中の微生物にとっても嬉しいことばかりで、善玉菌の活動を助けたり餌になったり、悪いものを分解して外に出すためのサポートにもなります。つまりは外から発酵食品を取り、さらにお腹の中の微生物の環境を良くしてあげる、そういうようなことで発酵食品というのはしっかり取ってあげる必要があるんですね。一つ例を挙げると、土の中にも微生物ってたくさんいます。土の中にお魚を埋めたとします。そのお魚は微生物によって全部分解されて、土の栄養、肥料になったり、そしてさらに全部分解されてお魚の姿って完全に土になってしまいますよね。それと同じようなことがお腹の中でも起こっているわけです。そんな素晴らしい腸内環境という発酵システムを健康に保つために、食物繊維や発酵食品というのは腸活に切っても切り離せない食べ物になります。そして今回のテーマである酒粕、発酵食品の代表でもありますが、お酒を作る過程で作られるもろみというものを絞った粕なんですけれども、その粕という言い方は非常に残念で、もうこの酒粕には素晴らしい栄養がギュッと凝縮しているんですね。麹菌や酵母などの作り出した消化吸収のいい栄養、さらに新しく作り出された栄養、それらの菌もお腹の中で様々な影響を及ぼしていますので、酒粕というのは栄養を効率よく体に優しい形で摂るのに役立つ食べ物なんですね。腸活についてはぜひこちらの動画、酒粕についてもこちらの動画、ぜひ合わせてご覧になってください。酒粕のマヨネーズの材料はこちらです。まず酒粕です。酒粕、今回はフレーク状のカスを使っていますけれども、ペースト状であったり板状であったり、いろんなタイプがございます。これは後で水分量調節しますので、どんなタイプでも結構です。それからお酢です。お酢も今回普通の米酢を使っていますけれども、リンゴ酢や黒酢などお好みのものをお使いください。そして米油です。オリーブオイルなど健康的な油、お好きなものでアレンジしてください。そしてお味噌になります。味付けは白く仕上げたければ塩麹などを使っていただいてもいいと思うんですけれども、ここでも発酵食品を使うことで旨味や美味しさ、さらに健康効果を高めてみたいと思います。酒粕をペースト状にします。少しポロポロっとした固めの酒粕の場合は滑らかな状態にする必要がありますので、ちょっと酒粕の硬さに合わせて少しお水を加えて柔らかくしていきます。お水の量、様子を見ながら適量加えてみてください。こんな感じで少し弱火で置いておくと、無理してね、混ぜなくても少し放置しておけば自然に柔らかくなります。こんな感じで弱火で練り上げていきます。アルコールが心配な方もここでしっかりと加熱をすれば安心して召し上がっていただけると思います。お酒っぽい香りもね、なくなりますので、お料理なんかにも使いやすく仕上がります。はい、
こんな感じでペースト状になりました。あのゆるさもね、こんな感じでポタッと落ちるぐらいの硬さに仕上がっていれば大丈夫です。仕上がりが少し硬いなと思ったらお水で調整したり、逆にゆるいなと思ったら少し煮詰めていただければ大丈夫です。はい、そしたら火を止めます。まだ熱いんですけれどもね、ここに調味料を加えていきます。まずお酢が入ります。お味噌です。お味噌の量は塩加減お好みで調整してください。油が入ります。全体に乳化してくるまでしっかりと混ぜ合わせてください。全体が混ざれば完成です。発酵食品で作ったマヨネーズ、本当に健康的な調味料です。とっても簡単なアレンジ方法をご紹介いたします。まあ、普通にマヨネーズと思っていただければいいんですけれども、特に相性のいい組み合わせです。菜の花とツナの酒粕マヨネーズ和えになります。ブロッコリーとか小松菜、ほうれん草などお好みの青物、何でも結構です。こちら綺麗に洗いました。お野菜の甘みも引き出してあげたいので蒸し焼きにしたいと思います。食べやすい大きさにカットしていきます。菜の花をフライパンに入れていきます。ほんの少量のお水を加えます。中火にかけて蓋を閉めて、もうこれで蒸し焼きにするだけなんですね。とっても簡単で栄養を逃さない調理法です。もう菜の花はね、本当にすぐ火が入りますので、フライパンの中がね、沸騰してきたなと思ったらもう蓋を開けて、あとは余分な水分を飛ばしながらお好みの硬さになるまで調整してください。ブロッコリーなどは少し弱火の火でじっくりと加熱をしていただくといいと思います。茎の部分ちょっと食べてみてね。ちょうどいい感じなので火を止めました。ツナ缶が入ります。まあ、ツナ缶の量なんかはお好みでね、加減してください。このマグロの缶詰の中に含まれる煮汁も DHA や EPA などがね、溶け出してますので、全部丸ごと使っていきます。もしね、ダイエット中で油少し控えたい方はノンオイルタイプなどをお使いください。あとはお好みでこの酒粕マヨネーズを加えて味を整えるだけです。なんかフライパンでね、作ってるので炒め物みたいに見えますけれども、逆に言うとね、もうあの調理器具これだけで全部完結しちゃうので、とっても簡単です。続きまして、油揚げの酒粕マヨネーズ焼きになります。とっても簡単です。こちらのネギは仕上げのトッピング用なんですけれども、大葉でもいいし、お好みの薬味を少し散らしてみてください。油揚げはですね、軽く油抜きをしますので、キッチンペーパーにこのように挟ん でギューッとね、このようにしながらキュッとね、これでもう余分な油簡単に取れますのでね、こんな感じで油抜きをしておきます。油揚げなんですけれども、食べやすい大きさに切っておきます。でこの上に酒粕のマヨネーズを塗っていきます。塩分量によってもね、多少変わってきますのでね、お好みの感じで塗ってみてください。あとはこちらをトースターか魚焼きグリルなどで焼いていただくだけになります。油揚げを焼いている間にネギをね、少し刻んでおきますね。香ばしく焼き上がりました。油揚げの酒粕マヨネーズ焼きになります。酒粕マヨネーズを使った簡単アレンジレシピ、ちょっとお味見をしてみたいと思います。立ったままで失礼いたします。マヨネーズよりももっとあっさりした感じで、発酵食品の旨みがギュッと凝縮した味わいで、本当にシンプルな味付けなんですけれども、すごく美味しく仕上がっています。野菜がね、いくらでも食べられそうな感じです。油揚げの方もいただいてみたいと思います。焼いたら甘みが増して、さらにね、深い旨みが出てきて美味しくなりました。これ焼き物にすごく美味しいです。お魚なんかに乗せて焼いてもいいと思います。ホイル焼きのソースにしても合うと思います。
あとサンドイッチなんかのねマヨネーズ代わりに普通に使っていただいてもいいし、さらにディップとしてもそのまま使っていただけるレシピですので本当に万能です。ぜひ作ってみてください。今回は酒粕を使った万能マヨネーズをご紹介いたしました。マヨネーズというと少し量を控えようという感じになりますが、この発酵食品がベースになっていて、あと健康的な調味料だけで作っていますので、本当に安心してどんなお料理にも活用していただけると思います。お腹の健康のためにもぜひ作ってみてください。酒粕が苦手という方でもむしろチャレンジしていただきたいレシピですので、いろいろなアレンジで楽しんでみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。